マニュアルなんですね。28安っ。かっこいい松田風味だよね。ね、ネズミミスった。結構いい方。おお。こちゃまとですって感じですね。今日もケーキに動画撮っていこうと思うんですけれども、ガレージある本店に来ておりまして、車谷店長です。お願いします。遠いよ。遠いよね。本日ですね、本当ならこの後別の車の撮影の予定があったんですよ。なんと撮影中に売れました。ありがとうございます。素晴らしい。動画を撮るまでもなかったと。というわけで、もう今日はロードスター全種類乗り比べしよう、ということになりまして、今ここにですね、並んでるのはこちら、3代目 NC ロードスターですね。で、いつもなら最後にいいくれってやるんですけど、もう今日は出てます。あちらが98万円。こちらが28万円。安っ !28万円。お買い得でしょ。お買い得だね。これ何なのこの70万円の差は。一番でかいのは、オートママニュアル。オートママニュアルなんですね。でも意外とさ、ロードスターってオートマ乗ってる人も結構いるよ。全然ある。ね。でもオートマとマニュアルでやっぱこれぐらい価格に差が出るんですね。まあやっぱマニュアルの方が高いは高いよね。まあどうしてもね、スポーツカーだからっていうところはあると思うんですけど、ね、まあせっかく今日乗り比べできるというところで、乗れるのはこっちのオートマだけなんですけど、NC も車両をちょっとチェックしてみて、乗ってみて、実際にどうなのかっていうところですね。で、最後 NB も別の動画この後もう一本出るんで、それも見て、ロードスターどれが良かったかななんて話もちょっとしちゃおうかなと思っております。というわけで今日も車谷店長よろしくお願いします。お願いします。ババーンということで、まず1台目ですね。赤の NC ロードスター98万円と。これ RS。RS。てっぺんグレード。てっぺんグレード。おー、一番上のグレードということで。これ前期後期で言うと、これは中期じゃねえかな。お、そうなんですよね。なんかあの前期後期のイメージ強いけど、この子中期っていうのがあるんだよね。これが違う。フォグ。これ前期。こっち前期ですね。これ中期。中期はもうちょっとここが違う。あ、そうなんだ。しかしこれ、フェラーリみたいな赤だね、これ。これトゥルーレッドって色だと思うんだよね。トゥルーレッド。結構人気から。NC 賛否両論ありますが、可愛いね、顔がね。可愛いよね。ずっと笑ってんだよね。まあこれがね、NANB と比べるとちょっと大柄になり、3ナンバーになったんだよね。そうだね。で、2リッターの直四エンジンを積んで、ボディとかもね、剛性が大幅にアップして、すごくいい車になったんですが、賛否両論は分かれるという。俺はね、うん、アリ派。僕もね、アリ派なのよ。これ、対立構造にならないと動画は面白くないんだけど、残念ながらアリ派なんだよね。ロードスターマニアの人に言わせると、ロードスターのいいところも軽いところだったと。はい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 。が、NANB まで良かったけど、NC でっかくなっちゃった。だから、はいはいはい、こんな重たいのロードスターじゃねえっていう話になってるけど、うん、これと同じ話がこれ ZN6 だと思うんだよね。86。ほう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 。AE86 から来て、まあだいぶ時間は経ったけども、また86という名前の車がポンと出てきて、はい、結構あれも出てきた時にこんなの86じゃねえって、はいはいはい、ありましたね。あったと思うんですよ。同じ名前をついてる車だから、うん、同じ道を歩んでいないと違うと言われたら違うかもしれないけど、うん、これはこのゆっくりまでもこのロードスターって名前も一回忘れて、なんかヤマトって車の名前に。それはね、多分本当にロードスターファンが怒るからやめよう。それはやめよう。違う車として、ロードスターじゃない車として出てきてたら、うん、評価俺違ったと思うんだよね。確かに、その2シーター FR オープンカーっていう立ち位置だったらね。特に今この中古車市場でいくと NANB のが正直人気なんですよ。うん、だから良くも悪くもちょっと値段はね安めなんですよ。そうだね、100万円切ってるからね。こっちなんか30万円以下だもんね。あの総額でもって50万切っちゃうんだから。はぁ、安っ。車が新しくなってから、はい、NC からガラッと変わったから、うん、ボディがまずすごく良くなった。そうね。その反面が重たくなったってところなんだけど。はいはいはい。エンジンも2リッターで力あるのか乗っかってるでしょ。そうですね。乗るとすげえいいんだよ。わかる。さっき ND 撮ったけど、まああれそこそこ安めだって言っても、うん、安くはないと思うんだよね。そうね。コストパフォーマンスという言葉を入れると、これ NC が一番いいと思うんだよね。確かに。普段乗るにしても、もちろんサーキット走るにしても、うん、すごく快だと思う。まあこの見た目的なものは好みが分かれるから。まあまあまあ。でけえとか、かっこいいとか、かっこよくねえとか。はいはい。いうのはあるかもしれない。そうね。純粋にいい車だと思います。僕も直近乗りましたけど、本当に楽しい車だなって思ったし。いいよね。ね。ちょっとまあぐるっと外装とか見ていきましょうかね。この子綺麗なんよな。まあちょっとやっぱね、赤だから。ああ、よく見るとね。あるんで。そうね。ペッカペカっすよとは俺は言えない。でもそんなには気にならないと思う。ペッカペカ探してる人だと気になると思うけど。そうね。でもほら、恒例のヘッドライト真っ黄色もないじゃん。ほんのり黄色かなぐらい。うん、俺だったら綺麗な方ですね。で、これだとさ、なんかフォグが、レンズが違うの？多いね。違う気がするな。なんか違いそうな気が。ちょっとなんかこの辺はカスタムしてる風ですね。ホイールはノーマル。ノーマル。今時のこのかっこいい松田ホイールだよね。ね。いけてる。かっこいいよね。これだって純正ホイールでさ、そこに合わせてんの、これそこそこ扁平も薄くない？これ17インチでしょ、これきっと。そうね。205の4号の17。このままでいいか、色をちょっとブロンズに変えるとかさ。ああ。
いいね。その。艶ありの黒にするとか、むしろ真っ白にしちゃうとか。そうね。それだけで俺はかっこいいと思うんだよね。純正ホイールカスタムが楽しめる車両だね。で、横も全然、あれこれクリアレンズって元から？いや、もともと黄色いかもね。だよね。あっちとか、まあ、ちょっと、年式が違うから必ず一緒とは言えないけど、ここも変わってるのかもしれないね。で、サイドも綺麗だし。ホロも綺麗。ホロピカピカじゃない。まあ、ちょっとこの辺性はあるけどね。そうね。ビニールのホロじゃないから、うん、この布のホロは結構破れづらい。頑丈。ビニールはもうこういうとこから全部破れる。そうだね。こういう縫い目のところからピリ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 切れちゃうからね。うん、NC はやっぱりね、このこんもりフェンダーが可愛いんだ。これね。もっこりしててね。この時代の松田これでしょ？ 8 これじゃん。そうだね。8もあの辺にいますが、こんもり形状ですね。で、リアもまあ同じホイール履いてて。やっぱ綺麗じゃん？確かにね、さっき言ってたような色あせみたいなのはちょっとありますが、まあ赤だしって思ってしまう。うん、マフラーもノーマルかな？ノーマルだね。そうだね。ノーマルで2本出しです。テールも違うんだよね、赤枠がね、ついてますね。こっちが前期ございません。クリアテールです。ちょっとなんか US っぽいよね。そうだね。まあ、差が言っといたらしゃがない気がするわ。で、まあこちらが、マニュアル号でございましたが、片やこちら。オートマ号。オートマ号。前期、ダーン。この子もやっぱヘッドライト綺麗だな。そうだね。まあ、黄色になってないね。ね。で、やっぱ白だから、その赤であるような色あせもなさそうですね。やっぱね、白が一番強いよね。塗装として熱持たないからだと思うんだよね。ああ、反射するんだもんね、白はね。と、赤は原料として弱いんだよね。前に聞いたのは、うん、結局その色をこれ出すのって、もちろん塗装もフィルムも何でもそうだけど、赤い世の中にある何かの原料を使って赤くするわけじゃん。はいはいはい。何かの実らしいんだけど赤って。それを使ってる以上、結局弱いんだって。うん、あ、そうなんだ。そっから強くするためにそのクリアーがとかコーティングがっていうところはあるとは思うけど、うん、そもそも赤というものの存在自体が弱いんだって。なるほどね。じゃあアルファロメオがピンクになっちゃうのも仕方がないんだな。分かったか、お前らイタリア車ばっかり叩きやがって、畜生。でもやっぱあれですね、顔がだいぶお隣とは違いますね。こっちの方が優しい顔してる、ね、オールドな感じの口というか、この辺は多分だから NA とか NB とか踏襲してこの口なんだろうね。そうだね。丸口で、フォグのところはこの子は塞がってます。そうだ、グレード見てなかったね。真ん中ぐらい？真ん中ぐらい。こっちもまたホイールも違いますね。これ16インチ。これ16インチ。うん、205の、50の16インチ入っております。まあ純正ホイールですけど、でもやっぱ純正でちゃんとこの5本スポークなのはいいよね。そうだよね。ね。一昔の車、純正のホイールあんまりかっこよくないもんね。そうなんだよね。買える前提の商品でしょみたいな。うん。まあ、今時の車別にまんまでいいっちゃいいもんね。本当にそう思う。あ、ホロの色が違う。ブラウンなんだね。あ、ちょっとここのね、汚れがね、これね、なんとか綺麗にしようと試みたんですけど、はい。まあ無理でした。あ、無理でしたか。無理でした。僕の知恵では綺麗にならなかった。あ、なるほど。補強のシートが貼ってある。それの接着剤かなんかこう浮いてきちゃってるんでしょ、熱とかなんかでも。ああ、そういうことだね。溶けて染み出してるんだ。こっちもそうだもんね。そういうと向こうにもあるもんね。あ、持病なんだじゃあ。そうだね。ホロー新品出るんだったら買ってもらって。出るよ出るよ。あ、出るんだ。純正も出るし、車外もあるし。それもじゃあ買うときに言えば。全然できますよ。うん、直せるんですね。黒とか青とか赤とかいろんな色あるから。あ、白に赤のホロとかちょっとポルシェっぽくていいね。おしゃんだよね。おしゃんだね。そういうのも全然できるから。破れてないからそのままでいいんじゃねえなって正直思うけど。まあ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 。あの汚れが気になるのもあるとは思うんで、うん、まあ、あとやっぱちょっとイメチェンしようかなっていうのもありだと思うんで。オーナーさん次第。そうですね。はい。で、まあぐるっと回ってきて、やっぱ横も綺麗ですね、こっちの白もね。外装はピカピカなんじゃない？むしろ白の方が綺麗。そうだね。白の方が70万円も安いんだが。まあ、ちょっと。ああ。これなんかグリッとね。そうだね。なんかぶつけちゃったっぽいね。マフラーもこっちもノーマルでございますと。ちょっとじゃあ赤の方の車内を見てみようかな。これ革だね。本革シート。うん。あとハンドルもそんな。これおしゃれだね。ね。しかも綺麗。ボディ色の赤と合ってていいですね。全然いいよ、ね。サイドブレーキも赤ステッチで。純正オーディオシートヒーター付き。ついてる。6速ミッションです。6速は好き。このね、最後、うん、やっぱ、この手前に引かないと俺は気が済まないんですよ。この車結構怖いぐらい内装綺麗だね。綺麗だね。次見てください。どうしました ?ETC です。改造部品があんまりない時に ETC でパワープレイしなくていいのよ、別に。綺麗、ね。いや、本当にピカピカなんだよな。ドアの打ち方も、この辺も足当てたような跡ないし。これで98万円根付きミスった。ちょっとお隣も見に行ってみましょうか。そうだね。はい。あら、こちらはブラウンの内装で。14万キロ一応走ってるんですよ。え、でも。そうなの？そうなんですよ。めちゃめちゃ綺麗じゃん。ほんまやん。そうなんですよ。本当に？そこがやっぱね。ああ、まあ、ハンドルはね。ホール系の人だね。そうだね。ナビがついてんだね。シートヒーターついてるね。さっきもついてた。素晴らしい。で、オートマ。オートマ。マニュアルモード付き。マツダってさ、手前プラスなんだね。確かに。ホンダもこっちだもんね。そうだよね。トヨタもこっち。うん。ちゃんとやっぱこの、レーシーな構造になってるんですね。なんでこれみんなやんないのかね。わからんよね、あれ。わかんない。あら。ドリンクホルダーね。あ、これでも綺麗だよね。うん。うん、
大事にしてましたね。この辺のが逐一怖いぐらい綺麗です。綺麗だね。もうちょっとボロボロになるよ普通。重量満喫を乗せたらいろんなことあるんだから人生。そういう人生単位だね。見てください ETC です。そうですね。さっきとはちょっと取り付け位置が違うのかな。そうですね、うん、まあどちらの方がいいかはあなた次第で。てーってて ててでめーじゃじゃーん、フルノーマル。まあこちらフルノーマルでございました。こちらはてーってて ててでてててててんフルノーマル。さあ何が違うんでしょうか。バッテリーの蓋があるかないか。そうですね、それぐらいですね。あ、なんかなんかなんかある。吸気音が室内に入ってくってやつじゃないか。あ、音が臨場感がある的な。はいはい、蛇腹サウンドシステム、うん、こっちはないもんね。ここ、もうちょっと勉強になる。おー、 RS さんとタワーバーがついてんだね。あー、そうね、こっちはこのバルクヘッドのとこまで行くタワーバーがついてて、ないですね、うん、ちょっとじゃあエンジンかけてみよう。じゃあまずはオートマ号ですね。おう、あ、レスポンスいいね。非常にノーマルなのに結構いい音するね。そうだね、まあ、こういう音でした。じゃあ赤い方行ってみましょうか。忘れる前に。そうですね。急いでる急いでる急いで急いでダッシュダッシュ、うーんうーんだからね。もう今ので忘れそう。邪魔してるだけ。わかんねえ。ああ、なんかやっぱこっちの方がちょっとメカメカしいかもよ。でもアクセルのレスポンスは絶対こっちの方がいい。うん、うん、メタルは。そうね。向こうは多分こんなじゃないと。わかる。そうだね。回転の上がりしろも全然違うし、まあ、なんかこっちはやっぱ静かだわな。そうだよね、うん、ああ、ちょっと違うかもしれない、うんうん、というわけでじゃあ早速オートマ号で行ってみましょう。行ってみましょう。本日3代目のロードスターです。3代目ロードスターブラザーズ。あ、あのそれ3代目ね。あ、そういうことね。あのさ、ボケを、ああ、そういうことねってさ、なんなんもう。やっぱね、MC はボディいいよね。ね、今この距離でも、まだね、いつもの店の裏のガタガタ道だけど。確かに、若干重たい感はあるよね。軽快さみたいなのとはちょっとまた違うよね。言いたいことはわかる。それでも軽い車なんだけどな。僕、この間乗った NC は車高調入ってたんですけど、これノーマル足じゃないですか。乗り心地いいね。全然いいね。ね、これ14万キロなんでしょ？なんかそんなスコスコに抜けてる感じもないしね。全然いいよね。ね、これ快適だな。なんか結構やっぱロードスターって MANB なんかは走るために買う人って結構多いけど、うん、やっぱもともとさ、走るとか走んねえとかじゃなくてさ、はい、屋根が開いて風を感じながら自動車が乗れるというところが一番醍醐味なわけじゃないですか、ロードスターって。そうですね、いうのがあると MCND はむしろオートマがいいですって人多いよ。今だと AT 限定の免許の人も多いわけじゃないですか。今 AT なんか全然多いんでしょ。そうだね。で、そういう人でも気軽にオープンスポーツ楽しめるっていうのはね、うん、いいことだよね。そう、まあ、女の子なんか特にね。そうね、うん、僕もマニュアルの方が正直好きだけど、うん、マニュアル神格化論は嫌いなの。そういうことやってるとほらやっぱ間口狭くなって車好きな人減ってくからさ、うん、っていう意味だとやっぱマツダのこのパッケージオートマでも乗れて楽しめるっていうのはいいよね。いいよね。ところで今なんか気づいちゃったんですけど、うん、ハンドルにさダウンっていうスイッチついてるけど、うん、これもしかしてパドルスイッチってやつ、うん、パドルスですよね。わお、本当はこっちアップのこっちダウンとかよかったけど。そうね、レーシングちょっとわかりやすくですね。それは後ろのレバーを引くと、まあ左右についてるけど、うん、アップアップ、こっちがダウン、両方一緒だね。街乗りを考えるとレーシングカーのさパドルって右アップの左ダウンじゃん。そうだね。それだと片手離したら、ああ運転できんね。これだとこの片手で両方完結するから。確かに普段乗りだとこっちの方が便利なのかもしれないね。そうね、信号待ちでねちょっとジュースとか片手に持っちゃった時とかね。そうそうそう、マック持ってるかもしれないし。そうね、今自分で言ってた、自分で感心したわ。助手席広いわ。全然広い。膝開いたってまだ余裕あるぐらいだもんね。やっぱ車でかいだけはあるよね。ね。運転席もそう？全然余裕よ。
あ、本当だ。まあ、でかいっつったって普通の車に比べたら随分ちっちゃいんだから。そうね。でもね、快適だわ。うん、助手席にいて何の不安もないね。なんか普通の車に乗ってるぐらいの感じだよね。そうだね、うん、非常にコンフォートな感じ、うん、普段オートマ限定でスポーツカーはちょっと怖いなーとかっていう人でも全然平気だと思うよ、うん、まあ、通勤とかね。そうだね、うん、普通に軽い車だから燃費もいいだろうしね、うん、これだと全然通勤乗っても嫌じゃないもんね。ね、やっぱこのオートマっていう選択肢は1個あるんだろうね。朝の通勤の渋滞とかあるじゃん。ありますね。あれマニュアルでハマると結構もう心折れるんだよね。そうですね。ちょっと会社着いた時にぐったりしてんもんね。わかります、すごく。普段乗りプラスアルファで行くんだったら、オートマで全然いいと思うんだよね。そうだね。なんなら今ちょっとオートマの車欲しいとさえ思ってる。というわけで、じゃあ、オートマスポーツドライビング行ってみます？そうだね。マニュアルモードはどうなのか。結構いいかな。おお。合う。あ、結構ちゃんとグリッティングしてる、これ。してるね。うん、あ、結構しっかりしてんじゃん。やっぱ2リッター力ありましたね。あるね。ありだね。ありだね。日曜日のスポーツドライビングとかさ、ちょっと奥さん乗せてドライブ行こうぜ、彼女乗せてドライブ行こうぜって言うんだったら、うん、非常にちょうど良さそうだね。ちょうどいい、ちょうどいい。で、奥さんが乗るにもちょうどいいしね。そうだね。元間だから乗れるしね。車は別にでっかくないしね。そうそう。まあ反論はね、DCT とかに比べると、さすがにちょっとワンテンポ遅れるかなとは思うけど。うん。許容範囲内でしょう。そうだね。マニュアルモード付き AT という名前なのであれば、全然、うん。ちょっといい方かなって思うけどな。そうだね。これは5速 AT？ 6ある。あ、6あるんだ。6AT なんだ。男の子何でもかんでもね、6ってついたら好きだからね。そうなんです。というわけで行って帰ってまいりました。うん、オートマありだ。全然あり。ね。全然あり。しかもこんだけスポーツ楽しめて、運転も楽で、乗り心地もコンフォート。なんだったらオープンバカってしたのね。で、この価格でしょ。ありでございます。これで上なくなっちゃうのは大丈夫ですか？いやいや、マニュアル欲しい人はマニュアル乗りたいから。なるほどね。なんかでもぜひスポーツカーとか車遊びみたいなの楽しみたいと思ってるけど、一歩目が踏み出すのに億劫だなって思ってるような人には、ちょっとこれ選んでみてほしいな。一回ね、とりあえずね。ね、乗り出し49万円って書いてあるんですけど、しょうがないから元間の軽買うかとかさ、ちょっとコンパクトカー買うかっていうのと、まあ値段は全然変わらない、変わんない、まあ、むしろ安いぐらいなので、うん、ちょっと経験として一旦選んでみて乗ってみて合わなかったら、まあしょうがないなって言って手放すっていうのだって全然あり得ると思うし、僕としての総評としては元間のロードスター全然ありだなと。全然普段乗るのにも使えるし、遊びにも使えるし、もう二刀流だよね。いいとこ取りみたいな。そうね。まあだから悪く言えば尖ってるところがないから、なんかちょっと物足りないって言い方もあるけど、逆に言えばオールマイティに使えるから、セカンドカーじゃなくてファーストカーとして使えば全然いいと思う。年式が割と新しいのでオートマも優秀だし、そういう意味でもすごく楽しめる車なのかなと思いました。というわけで2人の総評としては、オートマのロードスターはありということで、こちらの車両2台ともガレージR本店で販売しております。詳細の方は概要欄の方に載っておりますので、ぜひそちらからチェックしてみていただいて、実際に近隣に住んでる方とかはね、ちょっと足を運んでみて検証を見てみてください。実際かなり綺麗です。ちょっとナンバーがないからあっちも乗らなかったんだけど、この間僕もマニュアルのロードスター乗ったし、車谷君もマニュアルのロードスター乗ったことあるはずだけど、マニュアルはマニュアルでめちゃめちゃ楽しいです。そうだね。はい、あんまりね触れてこなかったけど、98万円も結構安いです。100万円以下はなかなかないよっていうところで、こちらの2台概要欄に載ってますので、皆様ぜひチェックしてみてください。そして、はい、この動画を見て面白いと思ってくれた人は高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。さよなら。大変だ、日が暮れる。もう一台ある。もう一台あるんだ。チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。はい、OK です。